僕ははね、人に興味あるんでだから孤独って言ってるわには年がうんと離れた若い女の子には興味あるなるほど素晴らしい周りの人はどうですか孤独の形周りの人はね自分で年齢に応じてその孤独の形を変えちゃってますあ変えて年だから仕方がないから恋心すら捨てちゃってる無理して我慢をしてるでも恋心とかねは環境とか年とか関係ないですいくつになってもモテるはずなんで愛情っていうのは 一方的に捧げるもんですよね恋、はい、だって片思いでいいんですよ別にもちろん相手が返してくれるのはもっといいけど、はい、でも返せって言っちゃうからいけないな一生懸命思うってことは自分のためにそれは生きがいになるので、はい、返すことを期待しなければ恋心はすごくいいと思海外の研究者と話した時にこの問題よく出てくるんですけど 日本人って本当コミュニケーション取れないよねみたいなよく言われるんですよ、えーえー、僕はですね言葉っていうのは実は何も独認できないんですけども、はい、ほとんどパーフェクトなんですよ、はい、通じる。じる聞くのもまあ大体通じる、はい、それはなぜ 今日はテーマ孤独ということで、はい、孤独の、えー、と実態把握に関する全国調査のスライドがあります。見てみよう。でえー、常にあるが7.1%、時々あるが41.6%、ほとんどない37%、13.5%は決してない、向かいと1%を入れると、大体孤独感のある人は48%ぐらいですと言われていますと。これが日本の孤独感の調査なのかななるほどと。SNS、SN LINE 等をする頻度の孤独感と。えー、と常に、えー、とあ4回から5回やっている人は、えー、と孤独を。 常にあるとか時々あるという人は40%ぐらい全く LINE とかを使わない人は 50, 50何ぐらいが孤独があると言っていますが、えー、と中野さんはスマホを持ち歩かないとこの前お会いしてたんですが僕はあのガラケーであガラケーはあんまり出ないんですけどは出ないあなるほどまあつな、まあ、がりがないぐらいが孤独を感じなくて済むんじゃないかというところで今日のお話に行ってみようどん世の中の人たちのことは私も比較的どこでもいいと思ってるんですけどただなんかなんだろうな 何対何ぐらいの比率でそういう一人ぼっち族とぼっち族じゃない族は分かれているとお考えですかいや僕は分からないですけど少なくとも僕はあまりこ,うこっちの大勢,そ大勢の人とは別かもしれない、はい、日本人の場合は分か,分かりませんけども、はい、95%ぐらいは塊族なんじゃないですか、ね、あそうかもしれないですね、えー、海外だったらば結構こっち族は3割ぐらいいはるような気がします、うん、確,かに確かにそうだよな。えー あいやおっしゃってることすごい分かってで大体会社を作って日本で会社をやっても、うん、ぼっち族だけが集まってくる会社にはそんなにならないような気がしてそそうです、ね、そうですよ、ねええ、ですすねねよなんとなくほっといくと会社はなんか塊族の集まりになるんですけど、ええ、でもまあ経営者は孤独でいいものだから。そうです あの切り離されててよくてく、はい、別にあの<で>社員と仲良くする必要もないのでないですよね、はいはい、おっしゃる通りなんですよと僕もでに思うんですけれど、はい、ああそうですよねああなるほどねなんか僕の中ではすごく気持ちがすっきりしてきたんですけれど研究者とかアーティストとかをやっていてで私それで起業家もやってるんですけど。うん 基本的にどれどの職業も比較的孤独なもんで、はい、で作品作ってる時はまあ一人で考えなきゃねとか研究しててもそうだし経営してても一人で責任取るしか結局最後ないからなと思いながらま考えるわけですよ特に誰の話も聞かず <laughs> 考えてるんですけどただなんだろう,うーん国策としてとかあの日本の国として多分この国の アートだったり研究だったりとかあと経営だったりとかが非常に弱いなと思ってるところは、うんはい、やっぱりあのそれをやってるコアな人たちとのつながりが薄いとか。うん あとはまあ横見て仕事するわけではないけれどただ例えば何かえとアライアンスを組みたいとかあと例えば何かえと大きい展示をしたい展覧会をやりたいとかあと研究者でいうとそういうような詳細ルアクティビティの中でそういう集団の行動の中にえと実は研究成果一つ一つよりもあの強力なネットワーキングみたいなものがあってそれからちょっと距離があるっていうところにいる日本人が。 やっぱりその国際的に見たときにだろうあんまり重要な仕事にたどり着けてないなというのはすごく印象的にはあってそれは全体で見たらあまりよくないことだと多分国としては思われているんですけれど、うんね、ああいう点で考えてこの国仕事ができて世界で一番それが面白いものを作っていれば別に人はついてくるものだとか話を聞いてくるものだからいいと思うんですけれど、はい、なんかその点どう思いますか,なんか社会性って感じているんですね、はい あの多分その国際的に孤立っていうのはありえないと思うんです、はい、でも日本の中での孤立は結構ある。はい、で要は、えー、孤立しない国場所に行けばいいだけなんで、はい、国際的な孤立はないそれは言葉が通じなくても、うん、通じないのが普通の,の国ですから、はい、日本みたいにほぼほぼ99%通じる人しか住んでないっていう国は少ないので、うん、という意味では国際的に言えば孤独はほとんどありえないと思うんです。なるほど だけど日本に来るとそうじゃないから孤独な人はすごく孤独感を感じます、うん、あなる。ほどねというのを感じます。それからネットワークは自分の積極性がないからです、はい、でそれはあの僕,、まあ、僕らは東方文化親善大学約400人ぐらいのサポーターに支えられてるわけですけども、はいはい、僕の本が好きだとか考え方が好きだとかってこの人の友達の友達の友達まで行くともう5,000人ぐらいネットワークってあるんですよ。はい だからあの人と会いたいっていうとはほとんど会えないことはないのでうん、うん、あんまりこうそのネットワークが足りないとか一生懸命作らなきゃいけないっていうのは思ったことないですあなるほど最初のお話で、えっと、つまりあの国際的に考えれば孤立することは少ないっていうのは、はい、多分、なんか目的があれば話しかけられる人はいるので。そうです 話しかけるけれど、別になんか普段の人付き合いとしてその人とご飯を食べに行ったり、病院も何に行く必要ないですよ。っていうことじゃないですよね。というのは確かにその通りであって、はい、で、かつそこになんか何かの目的が設定されてモチベーションがあれば話しかける人がいるけれど、はい、そうじゃない時は孤独になんか考え事でもしてるから、ええええ、自分の中に閉じこもってたってね、それはそれで楽しいはずなんではいはい、はい、おっしゃる通りだと思います。ああそうですよね。はい、なんかそこの線引きがだから目的があって何かしようと思っても話しかけられる相手がいないからに、うん。ええ 孤立してるんだ。そうです。であ<ー>あ、あとは自分が勇気がない。はい、はい、はい、はい。隣にいる子に話せばいいんですよ。はい、あ、おっしゃる通りだと思います。えー、<laughs> ちなみに、うちの会社ではよく。あの、難聴者用のデバイスを作ったりとか、はい、あの、補聴器の代わりになるような字幕ディスプレイを作ったりするんですけど。えー、なんか、それを難聴体験するのに。うん、よく、あの、耳栓とかヘッドホンとかつけて、はい、コミュニケーションするのって、僕ら研究者よくやるんですけど。えーうん、で、ただ、なんか。 目の前に字幕のディスプレイとかがあって普通にがんがんしゃべればな大体伝わるじゃないですかがんがんしゃべるっていう癖がないとやっぱ話伝わらないっっそうでと、ね、で、意外とコミュニケーションの問題っていうのはツールの問題というよりは、ええ、なんかそのコミュニケーションを取ろうとするかどうかの問題ででは思うんですよね、まあ、それはそうだと思いますね、ええ、話通じなくても大体何とかあるからそそうですそうでですす あ確かにおっしゃる通りですね。うんうんうん、と思いますね,ねで。日本人はなんか照れちゃってね、うん、そういうことをすること自身になんか躊躇があるんですよ。はいはい、それから昔あのははあの江戸時代にね多分、うんえー、津軽藩とかねはい、はい、鹿児島藩って幕府から変なやつが入ってくるの嫌だから、はい、知らない人に対して妙に働きかけたりね、はい、あのあ仲良くなったりするとなん,かなんかやばいっていう風潮があって、はい、でそこに一つの何て言うんですかね 知り合い以外とはね話しないみたいなね仲良くしたくない距離感を置きたいっていうねなんかあのもうこの辺に DNA が埋ま,埋まってんじゃないかっていあ、はい、かだからなかなかその、えー、知らない人に対してフラットに声をかけるっていうことがすごく難しい民族で、はい、でもこれたった、ね、70万人か100万人の文化の中でね、はい、これがだから日本国中1億2千万人住むとすれば割る。うん悪 70万人、はい、80万人ですけどいく,いくつの文化があるかっていうとそこの中でみんな閉じこもってはい、はい、知ってる人たちで仲良くしてるんですよ。よく海外の研究者と話してと時にこの問題よく出てくるんですけど日本人って本当コミュニケーション取れないよねみたいなことよく言われるんですよ。えーえーで 理由は何かなって考えると大体英語の問題でもなくてなんかその自己表現の問題と言葉の問題が絡みついた何か独特の問題なように感じてるんですけどそうですね。で僕はですね言葉っていうのは実は何語も独にできないんですけどもほとんどパーフェクトなんですよ、はい、通じる,通じる聞くのもまあ大体通じる、はい、それはなぜかちゃんと目を見てそれからあの動作をちゃんとつけてしゃべる、はい、それで大概この動作がついてれば理解できるんで言葉っては。はい そこをあと顔をちゃんと動かすことうん、うん、表情があ表情がちゃんとあれば何とかなる、はい、だからそこにあんまりまずあの壁を持ったことないですよねおっしゃる通りそれからもう一つはやっぱりあの人はやっぱりあの近寄って安全だよってことを見せる必要がある、はい、だってちゃんとハグをするとか、はい、握手をするとか、はい、あのそういうその行動を移せばはい。 そこはもう結構壁は一挙にこれみんなかっこ悪くてなんかハグと抱擁を間違えてんじゃないかぐらいになんか壁にある人も多いですよあそうです、ね、あいやでも全部,全部そ,うだそうだなと思うし、えー、自分はそうやってコミュニケーションを取るんですけど、はい、ただなんかジャパン人はあれをやんないからコミュニケーションが取れないのかでも全員がそうするようになって たら日本変なんかちょっともったいない、ね、まあ日本じゃな,いかなくなるかもしれないなな、はい、で,、ね、でやっぱり日本文化っていうのはこれこれで悪くはないと思うんですよ、はい、だからみんながね別に国際人になる必要はない 確かにで必要だと思う人がそういう行動を取ればいいのであってそ、うん、そうじゃない人はまあその通りですね,ねだから国内にいると逆に言うとぼっちになっちゃうのはそこが僕は自分は原因なのかなとちょっと思ったりはするんです、ね、あ<ー>あそうだよよねすすごいよく分かりますね、はい、生きにくい人はたくさんいると思うので頑張って暮らしてねとか言ってなんかあれですけど、えー、っとあこれちょっと聞いてみたいな確かに、はい、年齢に応じて孤独の形は変わっていくのでしょうかいいいや変変わわららななあんまり変わらないですか。 あの何だろう僕はねあの人には興味あるんですよ、はい、だから孤独って言ってる割には、はい、あの特にあれですねこう年がうんと離れた若い女の子には興味あります。なるほど素晴らしい あのそう言っちゃうなんかこうねあのななな,なよくわかんないけども、はいえー、差別なの区別なのっていう風うに考れてやらまあまあ人はあの自分が一緒にいて楽しい人と一緒にいるべき,、えー、るべきです。そうそれが一番よくてそれ以上。 っていうのは、それがあれば、まあ、あんまり何もなくてもいい。まあ、確かに。ご存知だと思いますね。ああ、周りの人はどうですか?。孤独の。周りの人はね、自分で、あの、年齢に応じて、その孤独の形を変えちゃってます。年だから、仕方がないから。環境が変わったから。でも、あの、そういう、その恋心とかね、ってのは環境とか、年とか関係ない。ですいくつになってもモテるはずなんで。確かに。でも、その、それによって影響されて、この恋心すら捨てちゃってる、無理して、我慢をしてる。 でそういうんじゃなければ変わらないはずです。なるほどね、確かに。自分で諦めちゃうから形が変わっていっちゃう、はい。はいはいまああの日本はあのなんだろうあの怨念に満ち溢れていますからね。そうです。であの例えばね、<laughs> はい、あの愛情っていうのは。 一方的に捧げるもんですよね声、はい、だって片思いでいいんですよ別にもちろん相手が返してくれるのはもっといいけど、はい、でも返せって言っちゃうからいけない、はいなるほどね、怨念に満ち溢れてますと怨念に満ち溢れちゃうあ<ー>だからあの、まあ、でも一生懸命思うってことは自分のために、はい、それは生きがいになるのではい、はい、あの返すことを期待しなければ恋心はすごくいいと思いますなるほど理想とする豊かな生き方ってなどんなものですか 豊かうんまあ,あの生き方っていうかあの生,きあの生き方って生きた結果だと思うので、はい、あのその意味ではあの今日も一日楽しかったと思った時が豊かな一日、うんうん、でこの積み上げ、まあ、連続だと思いますからその瞬間瞬間そう思っていれば、はい、結構豊かだなと思います朝起きるルーチンは聞いたんですけど夜寝る前のルーチンはどんな感じですか はい、ぼーっとくだらないテレビを見てます、はい。くだらないテレビを見ながらぼーっとする。ええ、ぼーっとして眠くなってきたら横になったら三十秒でも意識がないので。ああど。くだらないテレビはどういう要素がありますか。要素っていうかな何がしてくれるんですか。あのー、シャワーみたいなのだと思うんですけど。そうです。あのバラエティを見てて、ばっか言ってるわと思いながら見てるのは大好きなんです。あなるほど。ほくだらないよなと思ってくだらないものを見てるのは大好きです。はい、はい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 。僕も仲間かもしれない。あなるほどなるほどなるほど。なるほどなるほど あ、それは結構面白いな確かに。え、明日がお休みです。一体何されますか。僕休みはない。休みはない。ないんです。あの、まあ死ねばどうせ休みなんで。あのあんまりこう。あ、休みか仕事かを計画に切り分けてるわけではないですね。あの仕事自身もあんまり仕事だと思ってやったことはないので。なるほど。あ、そうなるほど。明日はオフっていうのは本当に気分的には何もないです。あそう。あ、じゃまあ毎日がオフとも言えオンとも言える。え、そうですそうです。まあ確かに。 僕はあの研究者の知り合いに、まあ、あの研究者っていうのは毎日が夏休みなんだよって、えー、<laughs> よく言ってて、えー、夏休みの宿題を最初にやるか最後にやるかの違いしかないから毎日が夏休みなんですって。そ、えー、それいい名言ですなので我々別に毎日仕事してるわけでもないし仕事を固めてする人は、えー、と月曜日から金曜日までが夏休みじゃなくてみたいな集まり、えー、あので土日に休みと言ってるだけで7日間が夏休みでもよければ別に固めなくても固めても燃えやりい。どっちでもいい ね、とてもいいはずなんですよ。どうかです。ね、工場でね、もが流れてきてるわけじゃないから。はい、そうなんです、ね。人にあの自分がね、どういうあの精神でね、はい、時間を過ごそうと迷惑かけることはないので。はい、これはあのラインでね、働いてる人はね。やっぱり自分勝手なことをやったら困るんでそれはちょっとある程度は考えなきゃだめだと思います。それはきっと、多分キャラクターの問題で。隣にラインの人がいないといけない人は、ラインで働いた方が多分幸せ。なんだけどそ,のその方が考えなくて済むから楽なんですよ。はい、あと、隣に人がいると安心できるんだろうな。って、はい 思うけれど、うんね、それはき方ですも、はい、猫は隣にオブジェクトがあるとなんか嫌そうだも、うんなおっしゃることはよくわかりますね、確かに。はい、生まれ変わったらどんな生き方がしたいですか僕は死ぬってことはあんまり現実的に考えてないんですよね、本当に死ってあるのかどうかもよくわからないので。 科学的に考えた死っていうのはないんで物理学的に目から消えたとかが死んだことなのかどうかがよく分かる中野さんのミニマリストの流儀っていうのは自分じゃあまり思ってないです、はい、ただ欲しいものはないだけで車を持ってても面倒くさいし、はい、時計を持つと気になっちゃうし、はい、あ家を持っててもどうせその家使わないですから、はい、同じところにいないので家は必要もないからなるほど仏像とか仏教の人が面白いなと思うのは、はい なんか仏像が置かれている場所ってなんかいろんなものがお祭りされているけど本人が持ってそうなアイテムって寸法に縛られているじゃないですかきっとこの人これとこの道具だけで毎日暮らしてるんだろうな楽しそうと思ってあれいいですよね、えー、仏教の神髄っていうのは、はい、あの宅発なんであってね理想はあ,のあらゆる道具が僕カバンの中にいやちっちゃいカバン1個ぐらいに大体入ってて、はい、それでどこへでも行ける状態っていうのが僕の理想なんですあ僕も善在さんあ,のあれです。 小さックサカだあれ全然あれ,、はい、あれがあればほとんど困らないです、ね。あおっしゃる通りですなんか健康を維持するために気遣いをされてますかそれは何ですかっておっしゃる。うん結構してます。結構してます。してます,してますっていうのは、うんはい、朝は。はい